ゃあポイントお願いします。はい、はい、まず丈感がすごい絶妙です。なので体型隠しもねすごいしていただけますし、うん、まさにメイブさんとかだと好きに合わせも全然していただける丈感だと思います、はい、あとここのスリットもすごい可愛くてちょっとねデザインが入ってるっていうのもシンプルかつなんかちょっとこなれ感が出せるんじゃないかなっていうのと、着脱はバッグのボタンです。はい、ボタンが1個あります。ボタンもすごい可愛いんですね、はい、ツヤツヤしてる、うん、はい、っていうのと後ろがねバックスリットなんです。そうね、おしゃれよね。ここスリット感がスリット感がしっかりあります。いんです、はい、なので私みたいにこういうスカートの柄物とかをしていただければ、うん、はい、バックスタイルもすごい可愛く着こなしていただけるんじゃないかなと思います、うん、おしゃれ、はい、あとこのポワンソレ皆さん言ってくださってるこのポワンソレがすごい可愛くて、はい、腕まくりとかもねしていただけるんです。ここ結構止まるんで、うん、はい、なので使いやすいと思います。はいはい、はい、ありがとうございます。はい、はい、後ろスリットなんだ、かわいい。そうなんですよ、かわいいさん、はい、しっかりスリット、うん、なのでさっきあのぶーちゃんが言ってくれたみたいにあのレギンスはやっぱり、うん、あのお尻丸見えになっちゃう。そうなんですね、うん、からそれこそ中にロンティーを仕込んで、ね、とかだったらいけるんじゃないかなって思います。はい、はい、ね、お洗濯ができるんです。うん、はい、はい、でお洗濯していただいて、はい、あと素材もお願いします。素材が、はい、ポリエステルが 100% なんですけど、うん、あの袖の部分のリブのところだけが、はい、ポリウレタンも入ってます。ポリエステルとポリウレタンです、うん、ですね、はい、ここがちょっと伸び伸びするんですリブだから、はい、そうなんです。だから肌当たりもなんかすごい良くって、はい、いい感じです、うん、毛玉できやすいですか。毛玉はねポリエステルなのでそんなにできにくいとは思うんですけど、うんうん、やっぱりお洗濯とかでちょっとなんていうのやっぱネットに割れていただいた方がいいと思います、はい、毛玉はできにくいと思います、はい、はい、ですね、生地アップみたいでしたけどちょっとグレージュを、はい、ぶーちゃん生地アップお願いします、はい、ちょっと暗くしますね。はい、こんな感じです。こんな感じです。ポンチ素材っていう感じなの で、 そうなんですよ。ちょっとスウェットっぽいような雰囲気もあるんですけど、はい、うん、それよりも少し光沢があるような気がしますね。ちょっとだけ。はい。はい。こんな感じです。ね。はい。はい。かわいいデザインなのにガシガシ洗えそうで嬉しい、はるさん。ガシガシ洗えそう。ネットに入れてください、ね。それは入れてくださいね。はい。パンツやスカートにインしてもかわいいですか？パンツやスカート、インはね。インちょっと難しいかもしれないです。でも、私のスタイルやったらもしかしたらいけるかもしれない。パンツにインは難しいかもしれないですけど、うん、スカートにインだったら中がちょっと長くなるんですけどできるかもしれないです、はい、さっきみたいに私にジャンスカーのインで、うんうんうん、中しっかりこう綺麗にしてもらうとあのインスタイルとかでもそういう使い方だったらできると思います、はいはい、首の詰まり具合がいい、そう、そんなにねめちゃくちゃキュッて詰まってないのでいいぐらいですね、うん、いいぐらいです、うん、程よいゆとりがあって、はい、シワになりにくい生地でしょうか。シワにはねなりにくいと思います、はい、うん、でもポリエステル 100% は多少はね、うん、出ます。はい、イーちゃんのパンツちっちゃいのやつですかってご質問いただいてるんですが、さすがそうです、はい、そうです、すごい履きやすいので、うん、これちょっとニットのリブパンツとかとも相性がすごいいいので、うん、おすすめでございます。はい、はい、チャコールのジャンスカだったら何色が合うかな、なんか入れるんだったらですか。あ、でもあえてそれ絶対可愛いと思う、うん、グレージュ、グレージュ可愛いと思います、はい、あのワントーンな感じのコーデ で、 そうですね、うん、いいと思います、はい、いいちゃんとぐーちゃんで交換してほしいですってあるんで今交換する、はい、それともぐーちゃんこれ着かないし、はい、これ着ようか、はい、はい、暖かくないですか。あったかいですよ、あのしっかり上までありますし、ただあの裏肝とかのスウェットとかよりはちょっとあの薄いじゃないかなと思います。これ裏は紐とかではないので、うん、あの本当にスウェットとかちょっとパーカーのイメージでしていただいてたらいいかなと思うんですが、イーちゃんジャンスカーんで後ろ向いた時に首元からインナー半分見えとインナーは考えないといかんのかな、インナーこれのインナー、あ、これのインナーか、背中のとこですか。あのね、涙気になってるんですよこれ。確かに私ちょっと見えてるね。確かに。でもインナーなので、はい、下着ではないですね。下着じゃないの
ょっとしっかり開いているタイプのインナーとか、後ろも開いてるのとかあるじゃないですか、ちゃんと。そういうのだったら全くインナー見えずに着れると思うし、私が今日着てるインナーは結構上がってる、上に上がってるやつなので、ちょっと見えちゃってるんじゃないかなと思います。ジャンスターの下に着てゴワゴワ感ありませんでしたか？普通のトップスとかに比べるとやっぱちょっとゴワゴワしますよ、もちろん。こんだけ長さがあるので。でもこう一応セミフレアで、こうこれと同じような感じでこうなんていうんですか、シルエットがいくので、そのまま下のこのインナーにしてたものをちゃんとまっすぐもたつきなく下からこうちゃんと引っ張ってあげたらちょっとはマシです。そんなにもうすごいもたつくとかシルエットに影響が出るっていうとこまではいかなかったです、私は。そうですね、デニム合わせも見てみたいですってあるんで、じゃあちょうど、お、ちょうどグーちゃん次デニムしてくれます。はい、コアさん、おいくら万円でしたか？お値段2400円です。おいくら万円、かわいいね。全然おいくら万円もしないです。私も言いますよ、おいくら万円、ね、いいよね。全然万円までいかないです。これって低身長さんなかったよね。そうなんですよ、トップスなのでちょっとないんですが、低身長さんだともっと丈が長くなるので、スッキリ見せたい方はスキニーであったりとか、ちょっとなんでしょう、ピタッとしたボトムと合わせるのがおすすめです。スタイルアップすると思います。レースのインナーとか着たら涙ありのところもチラリで可愛いかも。なおりさん、めっちゃいいと思います。アレンジ効きますね、すごい可愛い。お値段2400円です。三浦さん、ありがとうございます、見ていただいて。アウターどういうの着ますか？これそんなにドルマンとかではないので、普通にアウターは着れると思います。今日のこれとかも可愛いと思うし、全然余裕で着れますよ。これ可愛い、うん、可愛い、うん、こういう感じで着ちゃってもいいと思います。これ前締めれるから、こうキュッて締めてこういう風にアウターもたつかず着れます。はい、じゃあ私さっきぐーちゃん着てたお色を着てこようと思います。はい、スニーカー合わせでデニム履いてきてちょっとカジュアルにしてきました、うん、はい、コートかわいいね。かわいいですよね、めちゃくちゃかわいい。私もこれ間違いします。はい、インスタ、スマホ大きくなったの慣れた？ちょっと大きくなったんだよね、なんか不自由にプロになったら。大きいですよね。大きい、ちっちゃいんですよこれ。あ、そっか、はい、11じゃない、11プロ、うん、まあ、ちっちゃいんです。一回りぐらいちっちゃいかも。そうですね、か手が届かへん、あの親指が届かん、反対に。それが不便です、ちょっと。確かに。何点目ですか？今は2点目です。まだ2点目です。はい、スニーカー合わせ良きね、スニーカー合わせやっぱりカジュアルになるのですごい可愛いですよね。デニムの品番は M の2753です。はい、ゆーちゃんかわいい、ありがとうございます。デニム合わせがかっこよく着こなせる皆さんが羨ましいです。みゆまるさん、ありがとうございます。デニムってでも結構何でも合うので、はい、着回しはすごいしやすいと思います。皆さんでもデニム似合うと思いますよ。トップスのシルエットとかね。どうした？止まっちゃった。ぐーちゃん、こっちで見たら、こっちで。ぐーちゃんの携帯が止まった。すいません。急に。急に。お二人のおすすめカラーは何ですか？私のおすすめカラーは、ブラックかな、うん、はい、うん、私今ぐーちゃん着ている色パーブラックが好きです、うん、はい、はい、なんかこっち止まってる、はい、出てこない、あ、これね、あ、ちょっと待ってね、これで、うん、そう、ちょっとフリーズしちゃいました、すいません、ごめんなさい、すいません、すいません、すいません、はい。今私の携帯がフリーズしてしまって、
ごめんなさい、違うのに変えました。ふーちゃんスマホが急にフリーズ。そう、グーちゃんプチパニック。そう、パニック起きてた、確かに。ね、今日はね、7点紹介です。はい、7点です。うん、1回これピッてしてるけどね。そうですね、ありがとうございます。シワつきやすいですか。さっきもね、お伝えしたんですけど、シワもね、やっぱりポリエステルが 100% なので、で、できやすいとは思うんですけど、できやすい、そんなめちゃくちゃシワシワにはならないと思います。結構生地しっかりしてるので。はい、リユグちゃん、ありがとうございます。私もブラック買います。ブラックすごい可愛いんです。可愛いね、ブラック。私もブラック可愛い。みーちゃんの着がどこかで出ますか。そうなんですよ、トップスは取ってなくて、なのでボトムスのみとなってしまいます。申し訳ないです。はい、なんですけど、トップスなんでそんなに丈感とかは、上半身とかはね、変わらないと思うので、私160センチタイプの丈感です。うん、はい、はい、ちょっともうボトム一緒にしてきちゃったんですけど、スニーカーでしました。うん、ゆるゆる、こんな感じです。はい、はい、一瞬止まる、止まる方は多分一回ピッて、していただく方がいいと思います。はい、はい、骨格ストレートなので胸あたりが気になります。そうですね、首の詰まってるの苦手な方とかは、ここがちょっとボリュームがちょっと出てしまう可能性がございますね。はい、はい、いきますね。はい、はい、シャツって言ってる方いらっしゃるんですけど、シャツじゃないんですこれ。うん、シルエットはちょっとシャツっぽいんですけど。そうなんですよ、私もちょっとびっくりしました。ね、かわいいよね、めちゃくちゃかわいい。うん、素材感はちょっとスウェットみたいな感じで思っていただいたらいいかなと思います。動くたびに揺れるトップスが可愛い。そうなんです、ふわっとします。これはふわっと、無駄に動きたくない。はい、ですね。はい、じゃあこんな感じでトップスを終わろう。